おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。日程第1、諸報告であります。監査委員から地方自治法第235条の2、第3項の規定に基づく、令和元年度6月分の一般会計、特別会計、基金等、並びに水道事業会計7月分の、例月水道検査結果報告書が提出されており、 原文は議会事務局に保管しておりますのでご覧おきお願います日程第2宮津市選挙管理委員及び補充員の選挙を行いますお諮りいたします選挙の方法については地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦によりたいと思いますこれにご異議ありませんか異議なしと認めます選挙の方法は 指名推薦にによることに決しまししままたたお諮りいたします指名の方法については議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか異議なしと認めます。指名の方法は議長において指名することに決しました。まず、選挙管理委員の指名を行います。選挙管理委員に稲垣重光さん。 狩野照代さん、木村玲子さん、前田良二さんを指名いたします。ただいま指名いたしました4人を選挙管理委員の当選人と定めることにご異議ありませんか異議なしと認めます。ただいま指名いたしました4人が選挙管理委員に当選されました。 次に、選挙管理委員補充員の指名を行います。補充員に、第一順位、森本淳子さん。第二順位、藤原はじむさん。第三順位、押谷照美さん。第四順位、小木野吉野さんを指名いたします。お分かりいたします。 ただいま指名いたしました4人を選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか異議なしと認めます。ただいま指名いたしました4人が選挙管理委員補充員に当選されました。当選されました方々に会議規則第32条第2項の規定に基づき、議長において、五国文書により当選の告知をいたします。 日程第3議第28号から議第30号の3件を一括して議題といたします。委員長の報告を願います。総務文教委員長、久保博さん。 えただいま議題となりました、議第28号から議第30号までの3件につきまして、一括して審査の経過と結果をご報告申し上げます。当委員会は、去る9月9日に委員会を開催し、所管の無課長等の出席を求め、審査を行いました。はじめに、議第28号、 宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてであります。非常勤職員等の適正な任用の確保等を目的とした地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、 会計年度任用職員の勤務条件を規定するための条例を制定するとともに関係条例の一部を改正するものであります。フルタイムとフルタイムとパートタイムの違いは勤務時間のほかに職種による違いがあるのかとの質疑があり勤務時間が週38時間45分の職員をフルタイム 週38時間45分未満の職員をパートタイムと定義しているものであり、職種による違いはないとの答弁がありました。採決の結果、全員賛成で、原関可決と決しました。次に、議第29号、目安市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。青年非後献人等の 権利の制限に関わる措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、地方公務員法における職員の任用に関わる結核条項の規定が見直されたことから、当該関係規定を引用する関係条例の所要の改正を行うものであります。採決の結果、全員賛成で、玄願可決と決しました。次に、 議第30号宮津市印鑑条例の一部改正についてであります住民基本台帳法、住民基本台帳法施行令等の改正により住民票の記載事項に旧宇治の兵器が可能となることに伴い印鑑登録に旧宇治を使用できることとする改正を行うものであります。 女性活躍推進等の観点から改正されたとのことだが、旧氏の登録は男性も女性も対象になるのかとの質疑があり、男性、女性とも対象となるとの答弁がありました。採決の結果、全員賛成で、原案可決と決しました。以上で報告を終わります。 ただいまの委員長報告に対し、一括して質疑に入ります。ご質疑はありませんか質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。一括して討論に入ります。ただいまの委員長報告に対し、反対、その他のご意見はありませんか意見なしと認めます。 これで討論を終結いたします。議第28号から議第30号までの3件を一括して採決いたします。3件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。3件は委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います。起立全員であります。 3件は委員長報告のとおり可決されました日程第4議第31号から議第34号の4件を一括して議題といたします委員長の報告を願います産業建設福祉委員長小野隆之さん ただいま議題となりました議第31号から議第34号の4件につきまして審査の計画経過と結果をご報告申し上げます。当委員会はさる9月9日に委員会を開催し所管の部課長等の出席を求め審査を行いました。はじめに議第31号宮津市災害徴用金の支給等に関する条例の一部改正についてであります。本条例改正は 災害援護資金の貸付にあたり、新たに保証人の要費の規定を追加するとと,ともに、貸付利率年3%を無利子または年1.5%に改正するものであります。採決の結果、全員賛成で原案可決と決しました。次に、議第32号、宮城市特定教育、保育施設および 特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例等の一部改正についてであります。本条例改正は、本年10月からの幼児教育、保育の無償化に伴い、利用者負担額を改正するものであります。これまで保育料に含まれていた副食費は、3歳から5歳の保育料が無償になることに伴い、別立てで徴収されることとなった。これまで保育料が無償であった世帯が、 10月以降、副職費を新たに負担することになるのかとの質疑があり、これまで保育料が無償になっていた世帯等については、10月以降も副職費は減免となり、新たに負担してもらうことはない、また、これまで保育料を徴収していた年収360万円未満の世帯にかかる副職費についても無償化となるとの答弁がありました。 採決の結果、全員賛成で、原案可決と決しました。次に、議第33号、宮城市森林環境譲与税基金条例の制定についてであります。本条例は、森林環境税に関する法律等の施行に伴い、新たな森林の経営管理の取り組みを円滑に推進するとともに、森林環境譲与税の使途を明確にするため、 基金のの設置を規定すするものでありますどのような森林が森林環境譲与税の使途対象になるのか、宮津市での対象面積はどれくらいかとの質疑があり、適切に経営管理が実施されていない森林で、個人所有の杉やヒノキの人工林が対象になる、宮津市有林は対象とならないが、財産区有林、自治会等の共有林は市町村の判断に委ねられており、 対象にすることとしている。対象面積は約1400ヘクタールで、宮津市の総土地面積の約1割に相当するとの答弁がありました。採決の結果、全員賛成で原案可決と決しました。次に、議第34号、宮津市水道事業給水条例、及び宮津市布設工事監督者の配置基準、及び資格基準、並びに、 水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正についてであります。本条例の改正は、指定給水装置工事事業者の資質の保持および実態との乖離を防止するため、水道法の一部が改正され、指定給水装置工事事業者の指定に更新制が導入されることから、所要の改正を行うものであります。採決の結果、全員賛成で原案可決と決しました。 以上で報告を終わりますただいまの委員長報告に対し一括して質疑に入りますご質疑はありませんか質疑なしと認めます これで質疑を終結いたします。一括して討論に入ります。ただいまの委員長報告に対し反対、その他のご意見はありませんか<し>意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。議第31号から議第34号までの4件を一括して採決いたします。 4件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。4件は委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います。起立全員であります。4件は委員長報告のとおり可決されました。日程第5議第35号から議第41号の7件を一括して議題といたします。 委員長の報告を願います予算決算委員長徳本義孝さんただいま 議題となりました議題35号から議題41号までの7件について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。総務文教、産業建設福祉各分科会での質疑、委員間討議を経て、9月20日に本委員会を開催し、審査を行いました。まず、議題35号、令和元年度宮戸市 一般会計補正予算第2号についてでありますはじめに、総務文教分科会委員長から、次のとおり分科会での審査報告がありました。財政課所管分について、地方交付税が当初予算より減額となった要因はとの質疑があり、当初予算は国からの算定基準を参考に計上したが、 人口急減補正係数が予想以上に低く算定されたことが減額の要因と考えているとの答弁がありました。次に、総務課所管分について、人件費補正の概要と具体の内容はとの質疑があり、職員数が当初予算の積算時に比べ、3人減となったことによる減額補正である。これは 当初予算積算時に退職,者数退職者数と新規採用者数の見込みを立て、職員数を設定しているが、退職者が想定より増えたこと、及び新規採用者が想定よりも少なかったためであるとの答弁があった。次に、消防防災課所管分について、消防団運営事業で、 報渉費が増額となった要因はとの質疑があり、昨年度の消防団対談者は30人、そのうち退職・報奨金の該当者は14人で、当初予算で見込んだ人数より多くの団員が対談されたことによるものである、との答弁があった。次に、学校教育課所管部について、小中一貫教育推進事業で、 未来を開く学校づくり推進事業の概要は都の質疑があり、知識や技術など認知能力と意欲や粘り強さなどの非認知能力を一体的に育む実践的な研究として、京都府が今年度新たに実施された事業で、宮津中学校ブロックが3年間の研究指定を受けたものである。 宮津小学校、宮津中学校が7つの就学前施設、就学前施設と連携しながら、保要・小・接続にかかるさらなる充実,充実に向けた取り組みを進めることで、市全体の小中一貫教育の充実、向上につながると考えているとの答弁があったと報告がありました。 次に、産業・建設福祉分科会委員長から次のとおり、分科会での審査報告がありました。社会福祉課所管分について、保育所運営事業等で、保育料の無償化に伴い、市負担分はどのくらい軽減されるのか、また、負担割合はどうなるのか、との質疑があり、年間ベースでの試算となるが、 約3300万,万円軽減される。また、来年度以降の負担割合は、現行と変わらず、国2分の1、府4分の1、市4分の1であるとの答弁があった。次に、農林水産課所管分について、有害鳥獣対策事業で、有害鳥獣対策事業で、 長寿処理施設における衛生面、安全面の対策はとの質疑があり、衛生面では病原菌は空気感染しないため、地域住民に影響はない、作業員は防護服を着用する、ダニについてはプラスチックの容器に入れ、そのまま保管、運搬することなどから問題はないと考えている、安全対策として、 施錠し、フェンスを設置するほか、北部施設は機械警備を考えているとの答弁があった。次に、土木管理課所管分について、河川整備事業で、滝場川整備の具体の方法はとの質疑があり、基本的には流下能力の確保が必要であるが、稼働を克服すると、 隣接すするる指導に影響する箇所もあり地域コミュニティが崩壊する恐れがある。主な対策として、水晶部等のネック箇所の解消と、河川断面の確保のため、箇所せ、えー、掘削等を考えているとの答弁があった。委員官討議において、 有害鳥獣対策事業について、施設設置に関わって、地元自治会をはじめ、地域の方としっかりした調整を早い段階ですべきではなかったのか、また、事業実施にあたっては、より丁寧な説明に努められたいとの議論が交わされたとの報告がありました。委員長報告に対する質疑において、有害鳥獣対策事業にかかる 分科会の委員官討議において、施設設置に関わって、地元自治会をはじめ、地域の方としっかりとした調整を早い段階ですべきではなかったのかと報告されているが、特に課題があったのかとの質疑があり、北部は平成31年2月7日、地元に施設設置を了承いただいている、南部については7月18日に、 地元自治会、19日に神社総大、28日に自治会から当該地域住民への説明会を行ったが、具体の契約等までには至っていないということであったので、早めに地元協議を行わないと、事業が進まないということであったとの答弁がありました。採決の結果全員賛成で 原案可決と決とししました次に、議第36号、令和元年度宮津市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号についてであります。総務文教分科会委員長から、保険料還付金の追加100万円の内容は、との質疑があり、さかのぼって国保の資格を創出した場合に、 過年度分の保険税を還付するもので、本年度の支出状況から当初予算額200万円に100万円を追加するものであるとの答弁があった。との報告があり、採決の結果、全員賛成で、原案可決と決しました。次に、議第37号、令和元年度宮津市、介護保険事業特別会計補正予算第1号についてであります。 産業・建設福祉分科会委員長から、今回の補正は平成30年度に受け入れた国府支出金の生産・基金積立を主な内容とする補正で、特立すべき質疑等はなかったとの報告があり、採決の結果、全員賛成で、原案可決と決しました。次に、議三38号。 令和元年度宮津市下水道事業特別会計補正予算第1号についてであります。産業・建設・福祉分科会委員長から、今回の補正は人件費等の整理を行う補正である、特立すべき質疑等はなかったとの報告があり、採決の結果、全員賛成で原案可決と決しました。次に、議題39号。 および議第40号の令和元年度、上宮津、くんだ財産区特別会計補正予算第1号の2件についてであります。産業建設福祉分科会委員長から、今回の補正は、自治振興交付金として、一般会計への繰り出しに伴う補正で、特筆,特筆すべき質すぎ等はなかったとの報告があり、 採決の結果、全員賛成で、原案可決と決しました。次に、議第41号、令和元年度宮津市水道事業会計補正予算第2号についてであります。産業建設福祉分科会委員長から、窓口業務等の一体的な民間委託にかかる債務負担行為の設定について、なぜ舞鶴市、宮津市、 与謝野町の2市1町共同での民間委託なのかとの質疑があり、福知山市等3市はすでに民間委託を実施しており、伊根町は規模が小さく、民間委託によるメリットがないことから、2市1町となった。宮津市単独で、公募型プロポーザルを実施しても応募があるか、不透明であり、2市1町の スケールメリットを生かすことで、複数社の参加が見込まれ、競争原理が働くことにより、ベストな業者を選定することができるとの答弁があった。また、窓口業務を、窓口業務や収納業務を民間委託すると、市の電算システムを使用することとなり、個人情報の漏えいが懸念されるのではないか。 との質疑があり、業者が使用するのは料金システムの電算であり、重機システムとは連動していない。また、契約書に個人情報保護規定を盛り込むため、個人情報が漏えいすることはないとの答弁があった。と報告がありました。委員長報告に対する質疑の前に、理事者から議第41号、 宮津市水道事業補正予算に係る債務負担行為の設定について、より一層の事務の効率化を図るため、令和2年度より窓口業務や収納業務等を民間委託しようとするもので、当初、提案時では舞鶴市、宮津市、与謝野町の2市1町により、共同で業者選定を行うこととしていたが、 状況が変化し、与謝野町が外れることとなった。結果として、未使により実施することになるが、スケールメリットへの影響はないと確認しているとの追加説明を受け、委員長報告と合わせて質疑を行いました。質疑においては、当初、説明では400万円の削,削減効果があるとのことであったが、与謝野町が 外れることによって、本当に影響はないのかとの質疑があり、金額的には当初は見込みのとおり、400万円の効果はあると見込んでおり、何ら影響はないとの答弁がありました。また、西1町から西になった段階で改めて見積もり書を調するすべきと思うがとの質疑があり、昨日、 状況が変わったことが判明したため、見積書は間に合わないが、電話で見積額に影響がないことを確認したとの答弁がありました。当,初当委員会での委員官討議において、宮津市から4年間で1億3000万円が市外業者へ支出されるわけだが、財政的にも非常に大変ではないのか、また今回、 与謝野町が外れたことは大変残念である、そういった中でも、スケールメリットも変わらないとのことであり、これをしっかりと進めてもらいたいなど、議論が交わされました。採決の結果、全員賛成で、原案可決と決しました。以上で報告を終わります。 最後一番最後かな、採決の結果、賛成多数で原案可決と決しました、ただいまの委員長報告に対し、一括して質疑に入ります。 ご質疑はありませんか質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。一括して討論に入ります。討論の通告がありますので、これを受けることといたします。長林美代さん。 日本共産党の長林美恵でございますただいま議論となっております、議題41号、令和元年度宮津市水道事業特別会計補正予算第1号につきまして、日本共産党宮津市会議員団を代表して、反対の立場で討論をさせていただきます。本補正予算は、今年7月に策定された宮津市水道事業ビジョンに基づき、 事務の一層の効率化を図るため、2020年度から窓口業務、料金徴収業務等の一体的な民間委託を実施するとして、2023年度までの4年間で1億3000万円の債務負担行為の設定をしようとするものです。委託先については、舞鶴市、宮津市、佐野町の西1町が共同で、 公募型プロポーザルを実施し、共同審査により決定するとして提案をされたものです。しかし、9月19日、遊佐野町議会では、債務負担行為を削除した補正予算の修正案が本会議で賛成多数で可決をされました。すなわち、西1町での水道事業の民間委託は否決されたわけです。したがって 1> 西1町での共同発注の水道事業は破綻をしました。ところが、舞鶴市と宮津市の2市のみで、この事業をやろうとしております。これでは何が何でもやる、広域か民,民間委託ありきの予算と見られても仕方はありません。一旦本補正予算案は取りやめるべきではないでしょうか。さらに水道料金や 口座振替による個人の口座番号、滞納金額まで個人情報を公である、こうである自治体が民間企業に渡してしまうことに市民は納得をしているんでしょうか。まだまだ説明不足であり、市民の理解が得られてからの議会提案をするべきではないでしょうか。契約書に個人情報保護規定を盛り込むので、 個人情報が漏えいすることはないということですが、本当に漏えいをしないのか、保証はありません。また、民間委託での縮減効果は年間400万円です。民間委託したら徴収率が上がるということも、縮減効果の一因だとしています。宮津市ががができなないいのに民間委託したら徴収率が上がるととうことは容赦なく 機械的なな取り立てが行われるのではいいかと懸念をいたしますまた与謝野町が抜けて西での共同民間委託はスケールメリットに影響はないことを京都府外の見積もり業者から確認したとのことでした府内には民間委託をするような業者はいないということであり1億3000万円の委託料は宮津市内はもとより京都府内にも 還元されることはありません市民の税金が地域で循環しないこれが地方自治体のすることでしょうか疑問ですまた市町村水道事業連絡会北部ブロックこの北部七島町が入っての会議でどこの自治体がリーダー的役割を果たしたのかどのようなことが話し合われ宮津市は何を発言したのかなど 明らかにされないままこのの9月議会でで採決するのは拙速でするはなぜなら、市町村水道事業連絡会は、2018年8月に立ち上げられ、2019年今年の6月に、西1町で共同発注することを決めています。宮津市水道事業ビジョンは2019年今年の7月の策定です。 宮津市水道事業ビジョンに基づく事務の効率化を図るためという補正予算案は、補正理由は成立しません。舞鶴市は、議会に京都府主導の下、検討を重ねている水道事業連絡会議の中で、将来の北部一水道を視野に、まずは連携として宮津市、与謝野町と共同発注の形,形式を取る。 とはっきりと議会で説明をしています。そしてまた、向こう4年間のスケジュールも提示しています。宮津市では十分な説明もなく、ただ、確認している影響はない。で、それで賛否を決めるのでは、議員の資質が疑われます。水は市民のものです。市民の権利です。命に関わる問題です。議会への十分な説明と、議会も調査・研究し、市民の声を聞く。 それから結論を出しても、決して遅くはないと思うのですが、いかがでしょうか。以上のことから、議員第41号、令和元年度宮津市水道事業会計補正予算第1号につきまして、反対をし、討論を終わります。議員の皆様の誠意ある決断をよろしくお願いをいたしたいと思います。ありがとうございます。 他にご意見はありませんか。意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。議題のうち、まず議第三十五号から議第四十号までの六件を一括して採決いたします。六件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。 6件は委員長報告のとおり、決することに賛成の皆さんは起立を願います。起立全員であります。6件は委員長報告のとおり、可決されました。次に議第41号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。 本件は委員長報告のとおり、決することに賛成の皆さんは規律を願います。規律多数であります。本件は委員長報告のとおり、可決されました。日程第6議第8号を議題といたします。委員長の報告を願います。予算決算委員長、徳本義孝さん。 ただいま議題となりました議第8号平成30年度宮津市歳入歳出決算認定一般会計につきまして審査の経過と結果をご報告申し上げます総務文教産業建設福祉各分科会での質疑委員間討議を経て9月20日に本委員会を開催し審査を行いましたはじめに 総務文教分科会委員長から、次のとおり分科会での報告がありました。財政課所管文について、宮津市の標準財政規模約60億円に対し、130億を超える決算規模となった、多額の基金を取り崩し、実質交際費比率の悪化など、厳しい財政状況をどのようにとらまえているのか。 との質疑があり、平成30年度決算は、基金の繰り入れにより、なんとか黒字を維持できたものと認識している、実質交際費比率の悪化等も当初から見込んでいたものではあるが、厳しい状況に間違いない、身の丈に合う財政規模を念頭に行政運営を行っていく必要があると考えているとの答弁があった。 次に、企画課所管分について、まちづくり応援事業で、ふるさと納税の寄付額が落ち込んだ要因と、その改善策はとの質疑があり、ふるさと産品、かっこ返礼品について、総務省からの指導に基づき、ロシア産のカニ等42品目の取扱いを見直したことが、減少した要因と考えている。 改善策としては、今年度から大手百貨店との連携や、体験型商品の新商品の開発による品目の検討などを行っているとの答弁があった。次に、総務課所管分について、電産管理事業で電産システムのデータ管理はどうなっているのか、との質疑があり、京都府を中心に共同開発した市町村 幹業務支援システムはクラウド化しており、市外のデータセンターに管理している。市、単独のシステムは町内にサーバーを設置しているが、バックアップを取るなどの対応を行っている。との答弁があった。次に市民化所管分について、街路灯等,等、LED 化事業で 街路灯は新たに何基整備したのかとの質疑があり、平成30年度は4基の街路灯を整備した。自治会等からの要望に予算の範囲内で対応しているとの答弁があった。また、リサイクル等活動費助成事業について、 資源ごみ回収活動の実績はとの質疑があり、平成30年度は、延べ102団体が回収活動を実施され、173万942円の報奨金を交付したとの答弁があった。次に、税務・交付ほか所管分について、不能欠損額および収入未採額の状況はとの質疑があり、 不の決算額は平成29年度600万円程度であったものが、30年度は約300万であった。滞納となったものは、京都地方税機構へ移管しているが、移管する額そのものが減ってきていることから、減少傾向である。収入未採額も徐々に減ってきているとの答弁があった。また、タバコ税の状況はとの質疑があり。 タバコ税の改正により、2000万円程度の増収になるはずが、禁煙志向の高まりなどにより、逆に600万円の減収となっているとの答弁があった。次に、学校教育課所管部について、のびのび放課後クラブ事業で、放課後児童クラブ施設の整備の財源は何か、また、施設整備の進め方と工事内容は、 との質疑があり、内閣府の子ども・子育て支援整備交付金を充当した上で、施設内の空きスペースの状況を踏まえ、整備を進めており、今回整備したくんだ小学校内については、給食塔を解体した後に、増築府、府中小学校内については、給食調理室を改修したものであるとの答弁があったまた。 いじめ防止対策推進事業について、いじめに関する調査の方法はどういうもので、調査結果はどこまで共有されているのか、分析は教育委員会で行うのか、との質疑があり、本市では、学期ごとに年3回のアンケート調査を実施しており、状況に応じた丁寧な対応を行っている。調査結果については、 適切な対応ができ,ているようできるよう、学校内だけでなく、教育委員会との共有も図り、教育委員会の担当、主導主事が結果の集計や内容の分析を行い、その結果を公園長会議等で共有し、各学校において丁寧な個別対応ができるよう努めているとの答弁があった。次に 社会,社会教育課所管分について、歴史資料館再開検討事業で、資料館再開に向けた検討結果はとの質疑があり、北前船関連の日本遺産認定に合わせ、約3週間、特別公開を実施し、来館者への聞き取り等の検討作業も行ったが、財政健全化に取り組む現時点において、 多額学の費用を投じて、展示室、設備等の改修工事を行うことが困難であることから、改修工事の設計業務に充てる予定であった委託料の280万円を未執行としたとの答弁があった。続いて、産業建設福祉分科会委員長から次のとおり、分科会での審査報告がありました。はじめに 社会福祉課所管分について、地域、子育て支援事業で、ニッコリアの運営において、子どもと保護者、子育て家庭同士の交流促進の中で、どのような相談内容があり、どのような成果を得られたのか、との質疑があり、ニッコリアは主に未就園児とその親が利用していることから、 子育て家庭同士の交流の場として役割を果たしており、子育てサークルのようなものができ、それを共有できるスペースになっているとの答弁があった。次に、健康介護課所管分について、生き生き健康長寿の町、宮津、推進事業で健康広場の役割はとの質疑があり、健康広場をきっかけとして、 運動の習慣や健康づくりの習慣につなげたい。第2期宮津市スポーツ推進計画によると、スポーツの実施率が上がっている中で、ウォーキングに取り組んでいる人は平成19年度に8.1%であったものが、平成29年度には19.6%と11.5ポイントも増えている。個人で 歩く人も増加してきており、健康づくりの意識づけになっているとの答弁があった、また活動量、活動量計使用者と検診結果との関連は、どの質疑があり、検診結果で比較してみると、活動量計を使って常に運動している人の方が、そうでない人よりも優位に出ているとの答弁が 次に、商工観光課所管分について、魅力ある観光地づくり支援事業で、海の京都 DMO による経済効果、波及効果はあったのか、との質疑があり、観光交流人口については目標を達成でき、外国人観光客宿泊数もほぼ目標に近い数字であったが、問題点は 観光消費額が伸びていないことにあるとの答弁があった。また、観光消費額が伸びていない理由をどう分析しているのか、今後の課題は、との質疑があり、平成30年度は災害により宿泊のキャンセルが多く、宿泊者数が減少したことによるもの、また、アクセスの利便性が向上したことにより、 日帰り客が増えたことも一因であると考える。地元の協力により、夜の賑わい等の取り組みを広げることによって、いかに宿泊につなげていくか、今後の課題であるとの答弁があった。次に、農林水産化所管部について、海の地域資源活用事業で、ナマコの販路開拓のために、 顧客を作る取り組みとして、どのようなことをしたのかとの質疑があり、中国語で宮津湾のナマコの資源管理等の紹介を掲載したインバウンド向けのパンフレットを作成し、主に舞鶴港に入港した中国発着のクルーズ船乗客に配布した。また、姉妹都市の関係で、5月に市長が新納投市を訪問し、 ののの資源管理の取り組みについて紹介をしたたとの答弁があった次に土木管理課所幹部について公共土木施設災害復旧事業で平成30年度末の入札の状況復旧率はとの質疑があり若干の入札不調はあったがフレックス工期を取り入れるなど工夫しており入札 参加業者は少ない中であったが、概ねの契約はできている。復旧率は件数にして、補助対象災害で3割弱、単独災害で6割弱であるとの答弁があった。次に、都市住宅課所管分について、市営住宅環境整備事業で、夕ヶ岡団地の建て替え事業の進捗状況は、との質疑があり、 既存建物の撤去、住宅の基礎工事を進めてきた。その際、地中に多くの転籍があり、その対応に2ヶ月程度の遅れが生じたが、その後、順調に工事を進めており、現時点で1ヶ月程度の遅れを、遅れで完成するものと見込んでいる、との答弁があった。次に、上下水道化所管分について、 浄化層補助事業で、高齢者世帯に対する補助金があまり伸びていないようだが、その傾向と今後の考え方はとの質疑があり、浄化層設置対象区域については、平成29年度0件、平成30年度2件で補助制、補助制度創設時には9件であったが、徐々に減ってきている。 今後もこのような状況で推移すると考えられる。高齢者世帯については、働いている世帯に比べ、経済的に不利な状況にあり、現時点において支援は必要との考えに変わりはない、との答弁があった。また、補助制度創設前の浄化層普及率と現在の普及率は、との質疑があり、 浄化層設置対象区域の補助制度創設前の平成24年度の普及率は23.6%であったが、現在の普及率は32.1%になっているとの答弁があった。委員官邦議においては、魅力ある観光地づくり支援事業について、経済効果を示す数字について根拠に乏しいと思われる。この 取り組みによっていかに成果があったかを正しく分析するためにも、要因を洗い出し、効果的なマーケティングを行われたいなの議論が交わされたとの報告がありました。採決の結果、賛成多数で認定と決しました。以上で報告を終わります えー、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。ご質疑はございませんか質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論の通告がありますので、これを受けることといたします。 長林美代さん、日本共産党の長林美代です。ただいま議題となっています。議題八号、平成三十年度宮津市歳入歳出決算認定。 一般会計につきまして、日本共産党、宮津市会議員団を代表し、反対の立場から討論をさせていただきます。平成30年度は、多くの自然災害に見舞われた年でした。6月の大阪府北部地震では、ブロック塀の倒壊によって小学生が亡くなりました。全国の学校や住宅等のブロック塀の点検が行われ、 宮津でも小学校等で改善がなされました。7月豪雨では、池の谷や日置の休憩者地の崩壊をはじめ、女岸寺川や滝場川など、河川の氾濫、道路や鉄道等の損壊、水道管の損壊など、宮津市も大きな被害を受けました。9月の北海道単身東部地震では、大規模停電、ブラックアウトが大問題となりました。 一極集中の電力供給の脆さが露呈をいたしましたこのような中で国では忖度がはびこり安倍首相は森友問題や掛け問題、文書改ざん、データ捏造、セクハラ、疑惑など嘘やごまかしを繰り返した年でありましたまた前川紀平前文部科学次官が公立中学校で行った授業に対して圧力を加えるなど 強権的政治をむき出しにした年でもありました。さて、本市の平成30年度の財政は、当初は市長選挙を控えた骨格予算として118億6千万円と、29年度分の繰り越しを合わせて122億6600万円でした。例年とそれほど変わらない予算規模となっていました。30年度決算額は 歳出決算額は131億6200万円、平成18年度から13年連続の黒字決算でありました。平成28年度、29年度から、宮津小学校の改築に15億5500万円、ミップルへの市役所機能や図書館の移転整備10億200万円、また、消防防災拠点施設や広域ごみ処理施設の建設、 市営住宅遊具化団地の建て替え、幼稚園、小中学校のエアコンやトイレの様式化整備、島崎公園整備など、急ピッチで公共施設の整備を進めました。平成30年9月には、民間委託による小中学校のセンター給食が始まり、11月には、事業費2億1900万円の漁師町観光商業施設、トトマートがオープンしました。 共産党議員団は、これらの事業の多額の借金が、さらなる市民サービスの削減になるのではないかと当初予算で反対をいたしましたが、まさにその通りとなり、昨年の9月議会終了後の全員協議会で、3年後には、累積赤字が19億円を超え、財政破綻するとの説明がありました。財政破綻を回避するとして、例えば、 老人会で借り上げた福祉バスのガソリン代など細かい金額に至るまでたくさんの市民サービスの削減が提示されました市民に負担を押し付けての財政再建は若者の流出や出生,数の出生数の減少にもつながります災害もあり財政が厳しいことは事実ですが身の丈に合った財政運営を行えば財政再建は可能です市民本位の 身の丈に合った市政運営を望みますまた、さらなる職員数の削減と、時間外手当の削減等は、職員の意欲の減退につながりかねません。住民サービスの交代にもつながります。さまざまな施策は、その事業ありきで強引に進めず、地域住民や市職員、議員等に十分説明し、意見を求め、納得の上で行う、 ここのことが必要でではないでしょうか教育面では、就学援助の生活保護基準の1.5倍、10割支給とともに、入学前支給が実施されたことは大きく評価いたします。しかし、学校給食の民間委託、のびのび放課後クラブの民間委託など、教育の交代が見られます。以前にも公立保育所の民営化が実施されました。 教育を民間委託の儲けの道具にすることはあってはならないことです民間企業は儲けが少なければ儲けるためにどこかで調整するかあるいは委託料の値上げを要求してきます教育委員会として管理監督の責務を果たさなければなりません医療福祉の面ではいろいろと心を砕いておられるとは思いますが国府の方針の下では 市民本位の事業を進めるのは難しいと思います後の議題12号の討,議でも討論でも述べさせていただきますが京都府下で一番高い介護保険料となっていますまた国保税も高い高級高齢者医療も高い固定資産税が高い宮沢の税金は高いと市民の方は言われますあるお母さんが息子が このまま宮津に住み続けていいんだろうかと言うんですとおっしゃっていました。若いからこそ収入も多くはない。だから住みづらい。若者支援といっても子育て世代に限定の支援が多い。もう母参戦の教えという言葉もあります。住みやすい環境を作ることがこれからの宮津に必要ではないでしょうか。市民の暮らしや福祉、経済的負担を考え、 もっと市民目線で、市民が何を望んでいるのか理解をするために、市民との対話を重視することを願います。よって、議第8号、平成30年度宮津市歳入歳出決算認定、一般会計につきまして、反対し、討論を終わらせていただきます。ご審議をよろしくお願いをいたします。ありがとうございました 次に坂根六さんただいま議題となりました、議第8号、平成30年度宮津市歳入歳出決算認定一般会計につきまして、総風会を代表し、 賛成の立場から討論を行います平成30年度は平成29年度に発生した台風18号および21号の豪雨災害に続き木崎市長の就任直後に発生した7月,7月西日本豪雨災害および台風24号が当時に甚大な被害を及ぼした年でありました災難続きの中木崎市長をはじめ職員の皆様には 早期復旧に向けて、できる限りの対応にご尽力をいただきましたこと、改めて感謝し、御礼を申し上げます。決算の内容においては、大きな事業として、平成29年度の福祉・教育総合プラザ等、大型公共施設整備に続き、観光商業施設、宮津漁吉町観光商業センター、トトマートの整備をはじめ、給食センターによる 中学校給食ののの開始とこれままでで投資し投資してきたた事業の指導及び本格稼働の年でもありました特に子育て支援センターニッコリアや新図書館をはじめとする福祉教育総合プラザにおいては利用者の増加が顕著に現れその人気を示してきており併せてセン,ターセンター給食の実施により中学校給食をはじめとする 子子育育てて、ててにに優ししい町宮津の実実現に向けて子育て支援が充実してきたここととは、大変評価するところでありま,すまた、高齢者福祉の分野においても訪問リハビリサービスが充実してきており関係者の皆様のご尽力に感謝するとともに評価をいたしますまた、浜町の再開発においては現在はパイロット事業として取り組んでいただいておりますが 自立ししたた運営にに向けててて軌道に乗ってききていることを確認できました今後においてはリニューアルされた島崎公園地元産物を扱う真心市や観光交流センターをうまく活用するとともにニッコリアや新図書館といった子育て支援等をはじめとする福祉サービスを効果的に PR し魅力ある宮津市のシティプロモーションを創意創意工夫すること また、市民へのシビックプライドの醸成と、市街者の方に選ばれる町へと歩みを進められることを期待いたします。一方、宮津漁師町観光商業センター、とマまトにおいては、指導したばかりではありますが、課題や取り組みの成果をしっかり検証され、初期の目的が達成できるように、創意工夫が必要と見受けられます。 そして、海の京都 DMO においては、約2億円の収支決算に対し、重要成果資料である DMO の活動により、地域経済に直接,直接効果があった金額が約3300万円となっております。市町分担金を出しておりますが、DMO の事業の成果が十分に投資に寄与していると言えるのか、 数値の示し方や、投資の観光施策における観光消費額や経済波及効果等を示す数値の根拠は不十分であるように思いますので、分析の手法を研究するとともに、しっかり市場調査し、根拠、説得力ある数値に置き換え、改善していくべきであることを指摘しておきます。以上、大きなところの着目点や改善点を述べましたが、 平成30年度決算については、災害により大部分がその対応に手を取られ、また予期せぬ財政出動を余儀なくされ、財政運営も大変な思いをされたことと思いますが、そういった中でも各種事業が一定遂行され、住民福祉の向上、市民の安心・安全の確保に尽力された決算であると評価し、賛成といたします。財政が厳しくなることは 以前から分かっていることではありますので、あえて言うまでもありませんが、現行の制度においては、実質交際費比率や一般財源重当の経常収支比率など、財政指標に注視し、うまく柔軟に財政運営していくことが肝要であります。また、これから重要なことは、設計図だけではなく、行動力であります。木崎市長が財政健全化を成し遂げるため、 中心に据えられた民間経営感覚は幹部職員だけでなく職員全員が理解することはもちろんやりきる覚悟が必要であります過去の関連にとらわれることなく木崎市長におかれましては難しい舵取りではありますが財源を模索し党史の発展に自らが率先して挑戦していただくことをお願いし各議員のご賛同をお願い申し上げまして賛成の討論といたします 次に久保博さんえ無所属クラブの久保博でございます議第8号平成30年度宮津市一般会計歳入歳出決算の 認定にたたり無所属クラブをを代表いいししままて賛成の立場から討論を行います平成30年度当初予算においては地方創生で元気な宮津へをスローガンに宮津再生を確実なものにしていく予算として宮津ビジョン2011及び宮津市町人仕事創生総合戦略に基づき 様々な施策を推進されたところであります。そうした中で、決算審査を通じて、二つの重点戦略の進捗状況と成果、そして今後の展望につきまして、我が会派の所見を申し上げたいと思います。まず、一つ目の重点戦略である、自立循環型社会構造への転換戦略についてであります。 観光革命として、海の京都 DMO による観光プロモーションの強化や旅行商品造成、海を活用した天橋立て周遊や夜のにぎわい作りをはじめ、浜町を拠点とするにぎわい作りに向け、お魚キッチン宮津への運営支援や、島崎公園の芝芝,芝,芝生広場の整備、 を実施されました。また、市街地から天の橋立エリアへ、海遊性を持たせた湾岸域一帯の賑わい創出に向け、昨年11月に、宮津市、宮津漁師町観光商業センター、トトマートをオープンされました。さらに、インバウンド対策として、世界で最も美しいワンクラブの ブランド力を生かした誘客プロモーションに加え昨年10月には京都宮津湾イワ湾クラブが世界に名高いフランスのモン・サン・ミッシェル湾クラブと姉妹湾協定を締結され共同のチラシやポスター作成ウェブサイト等 SNS による国内外に向けた情報発信の取り組みなどを実施されました。 観光消費の面ではまだまだ課題はあるものの観光入り込み客数の状況また最近の浜町周辺のにぎわいの状況を見ればこうした取り組みの成果が一定上がっているものと感じるところでありますまた来年 NHK のタイガードラマ「キリンがくる」によりまた入り込みが大いに期待されるところでもありますさらに 来年には、またマリオットグループのホテルが開業予定であります。当グループのブランド力、ネットワークにより、国内外からの観光入り込み客の一層の増加が期待されるところであり、このことは宮津市にとって大きなチャンスでもあります。これまで作り上げてきた観光基盤を十分に活かし、さらなる観光振興、 地域,地域経済の活性化に向け官民一丸となってより一層の努力を期待するものであります次に二つ目の重点戦略である人口減少に歯止めをかけるための定,時定住促進戦略についてであります UI サポートセンターの運営による UI ターンの促進空き家、空き店舗を活用した新規出店者への支援 住環境整備として夕顔丘団地の建て替え図書館における北部7市町連携による総合利用の開始などさまざまな施策に取り組まれましたそこの中でも特筆すべき成果は子育て支援学校教育の充実であります子育て支援では福祉教育総合プラザ内に開設した子育て支援センターニッコリアが子育て機能 保護者同士の交流や相談支援等の場としてまた就学前の子どもたちの日常の遊び場としても連日多くの親子連れでにぎわっておりますまた学校教育では平成30年度2学期から4小学校に中学校において民間委託によるセンター方式の給食提供を開始し中学校の完全給食を 達成されたほか普通教室へのエアコン設置トイレ洋式化学校敷地内での放課後児童クラブ開設に向けた施設整備令和2年度からの小中一貫教育の全面実施に向けた取り組みまた学力向上に向けた取り組みなどハードソフト両面から精力的に取り組まれたところであります子どもたちは未来の宮津を担う 地域の宝であり、今後とも家庭や地域との連携を密にしていただきながら、子育て環境、学校教育環境の充実に努めていただくよう期待するものであります。以上、30年度における施策2つの重点戦略の進捗状況や成果などについて、月、処刑を申し上げましたが、一方、宮津市にとっては、平成30年度を振り返りますと、 激動と試練の一年でもあったように考えます昨年3期12年続いた井上市政が終わり7月に新たに木崎市長が就任されました登庁式においては明るく豊かな宮津市づくりに粉骨祭祀取り込むと決意を述べられました一方思いがけない事態として 市長就任わずか1週間程度のち西日本を中心に発生した7月豪雨さらには秋には台風24号と2年連続で大変大きな災害に見舞われましたがその復旧復興に向けた皆様のご努力に関し深く感謝と敬意を称するところでありますしかし財政運営の面からは非常に厳しい 状況に追い打ちをかけるものとなりました。平成30年度決算の概要を見ますと、喫緊の生活関連基盤の整備に多額の経費を要したこともあり、その財政規模は130億円を超えており、標準財政規模は約60億円の宮津市にとって決して適正な規模とは言えず、資債発行や基金繰り入れなど、非常に厳しい財源のやりくりにより、なんとか 黒字化したことが伺えるものでありますまた、各財政指標の面でも、経常収支比率が102.5%と、2年連続で100%を超え、健全化判断比率についても、実質交際費比率が20.9%、将来負担比率が221.1%といずれも極めて高く、また、 前年度よりさらに悪化をしており、非常に厳しい財政状況を裏付けするものとなっており、今後、いわゆる身の丈に合った財政運営が強く求められるものと考えます。そうした中、昨年10月、向こう5年間で約41億円の財源不足,不足が生じ、このままでは令和3年度に 財政再生団体に移行するとの見通しが示され、財政再生団体への移行は何としても避けるとの強い決意のもと、本年2月には財政健全化に向けた取り組みとして、財政、財源不足解消の具体策を取りまとめられました。短期的に見れば、この財源不足の解消は最優先かつ必須の課題であり、今後、 全庁を挙げて取り組んでいただき、この難局を乗り切っていただくようお願いをいたします。一方、10年、20年、さらにその先の宮津市を考えると、飼料処理場や仮想場の老朽化対策など、生活関連基盤の課題がまだまだ山積しており、安定的、持続的な行財政基盤の確立のためには、さらなる経済活性化策、 若者定住促進策ななど未来へのの投資の部分も必要になろうかと考えますこの健全化策による財源の捻出と未来への投資に対する財源の確保配分いわゆる守りと攻めの両立は非常に難しい課題であろうと思いますがこれを実現するには一言で申し上げれば選択と集中の 徹底に尽きると考えます。今年度から令和3年度以降の新たな総合計画の策定に取り掛かられる中で、市民の皆様と共にしっかりと目指す将来像を共有していただき、その将来像を達成するための各施策については、現状と課題、効果と到達点を明確にし、優先順位付けをした上で、 限られた財源を最大限に有効に活用していただきますようお願いをいたします。先ほど平成30年度は激動と試練の1年であったと申し上げましたが、将来いつの日か宮津市の歴史を振り返りましたときに、平成30年度が市長が言われる夢と希望が溢れ住み続けられる町宮津への実現へのターニングポイントとなる 1>, 1年となっておりますよう、市長の経営手腕および職員の皆様のご努力に大いに期待を申し上げ、平成30年度一般会計歳入歳出決算認定においての無所属クラブを代表しての賛成討論といたします。ごご清聴ありがとうございました 他にご意見はありませんか松浦富吉さん公明党の松浦でございます公明党議員団を代表して 議第8号平成30年度を見やし歳入歳出決算認定につきまして賛成の立場から討論を行います木崎市政最初の年となりました平成30年度予算は平成29年度3月補正と合わせた13か月予算として地方創生で元気な宮津へ 宮津再生を確実なものにしていく予算として実施されました。歳入、決算額は132億4132万6000円の前年度対比7.5%の減、歳出決算額は131億6194万1000円の前年度対比7.2%の減であります。平成18年度以降 13年連続の黒字決算となりましたが、単年度収支1027万8千円の赤字、実質単年度収支1026万1千円の赤字と、大変に厳しい財政運営の年となっています。歳入においては、資税収入が前年度対比6230万9千円の減で2.4%の減少。 歳出においては災害復旧事業が9億306万1000円の増で370.8%の増補助金等では8400万9000円の増で5.7%増となりました財政費用等では経常収支比率が2年連続の100%を超える102.5%となりました そして実質交際比率はプラス0.6ポイント上がり20.9%、将来負担比率もプラス12ポイント上がって221.1%と悪化となりました。そのような中、減債基金2億円、その他基金5億2886万8000円の多額の基金繰り入れによる黒字決算となりました。 一方基金残高は3億万円の危機的状況でありますそうした中今後5年間で40億9400万円の収支不足が見込まれるとの財政見通しを公表し住民説明会を開催して市役所内部の改革など財政健全化に向けた取り組みの 具体策を取りまとめた年でもありました。宮津ビジョン2011に掲げた重点戦略、地域経済力を高めることと、人口減少に歯止めをかけることの推進が図られました。浜松地域のにぎわいづくりに合わせた、島崎公園をより利用しやすく、親しみを持てる公園とする芝生広場の整備、 そして、UI ターンサポートセンターの運営では、空き家等契約成立住宅は8件、定住実績は12世帯28人、教育においては、令和2年小中、一貫教育の本格実施に向けた試行実施、地域子育て支援拠点施設、ニッコリアや図書館も好評のようであります。またた待待ちに待った 中学校での完全給食の実施が民,宅民間委託によるセンター方式により開始され評価するところであります。民間では世界ホテル最大手の米マリオットインターナショナルとセキシーハウスが宿泊特化型ホテルを2020年秋から宮津での開業を公表され地域経済の好循環が 期待できます地域での盤弱な受け入れ体制ができるよう行政としてしっかりとした情報提供など支援を期待するところであります北阜市長初めての市政運営の年でありました2年連続での本市への台風や豪雨災害に見舞われ厳しい船出でありましたが大役起これば大前来たる との言葉があります平成30年度は財政健全化への道筋をつけた年でもあります市民の皆さんが将来的に希望を持って日々活気に満ちた生活を送れるよう展望を示しながらこの難局を乗り越えていただきますようお願いして賛成討論といたします 他にご意見はありませんか意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。議第8号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長報告のとおり、決することに賛成の皆さんは起立を願います。起立多数であります。 本件は委員長報告のとおり認定されました。日程第7議第9号から議第23号までの15件を一括して議題といたします。委員長の報告を願います。予算決算委員長、徳本義孝さん。 ただいま議題となりました議第9号から議第23号までの15件につきまして審査の経過と結果をご報告申し上げますはじめに議第9号平成30年度宮津市歳入歳出決算認定土地建物造成事業についてであります総務文分教分科会委員長から 辻が丘団地宅地分譲事業について、平成30年度は販売実績がなかったが、今年度から販売価格を下げたことによる効果があるのかとの質疑があり、平成30年度に元利償還金の返済が完了し、今年度、土地単価の見直しを行ったところ、3区画を 販売することができたとの答弁があったとの報告がありました。当委員会での委員官都議において、過去の生産を今しているのではないか、本来なら償還が終わるまでに全区画を売却するべきであって、価格を下げることはそこに税金が投入されたというふうにとらまえるべきではないか、またこの事業は人口増加を目的とし、 実施したものであり、投資的なこともやっていかないと、将来にはつながらない、つながっていかないのではないかなどの議論が交わされました。採決の結果、全員賛成で認定と決しました。次に、議第10号、平成30年度宮津市歳入歳出決算認定、国民健康保険事業についてであります。総務文教、文化会委員長から、 国民健康保険税の部下状況について、子どもにかかる均等割はどれくらいかとの質疑があり、金額は約1300万円、人数は370人であるとの答弁があったとの報告がありました。採決の結果、賛成多数で認定と決しました。次に、議第11号。 平成30年度宮津市歳入歳出決算認定、後期高齢者医療についてであります。総務文教分科会委員長から、本会計は主に京都府後期高齢者医療広域連合が部下した保険料や、一般会計からの法定繰入金を参入して、広域連合へ納付金として歳出するものであって、平成30年度 歳入歳出決算の形式収支は六百八十七万八千円の黒字であり。独立すべき質疑等はなかったとの報告がありました。採決の結果、賛成多数で認定と決しました。次に、議第十二号、平成三十年度宮津市歳入歳出決算認定。介護保険事業についてであります。 産業・建設・福祉分科会委員長から、介護サービスの利用状況において、訪問・リハビリが前年度に比べ大幅に伸びているが、その要因はとの質疑があり、渚園において理学療法士等が増員になり、訪問・リハビリに力を入れてもらったことによるものであるとの答弁があった。また、特別養護老人ホームへの入所待機者は何人か。 今後、改善の見込みはあるのかとの質疑があり、平成30年度末現在、54人である。ま、ルートについては、60床定員のうち、今年度に入って10床増床し、現在、50床の認可を受けているが、今年度中に残り10床の増床を目指すと聞いている。また、安寿の里についても、80床定員のうち、 70床強の入所があり、職員を確保しながら、満床に向けて取り組んでいることから、徐々に改善されていくものと考えているとの答弁があったと報告がありました。採決の結果、賛成多数で認定と決しました。次に、議第13号、平成30年度宮津市歳入歳出決算認定。 介護予防支援事業についてであります。産業建設福祉、分科会委員長から、本会計は、地域包括支援センターが、要支援1、2の認定者に対し、ケアマネジメント業務を行うものであり、特筆すべき質疑等はなかったとの報告がありました。採決の結果、全員賛成で認定と決しました。 次に議第14号、平成30年度宮津市歳入歳出決算認定、下水道事業についてであります。産業建設福祉分科会委員長から、平成30年度末の下水道の被災残高は95億円だが、今後どのように見込んでいるのかとの質疑があり、今年度で大規模な 環境整備工事が終了する予定である。したがって、令和2年度決算以降、被災残高も毎年度2億円を超える幅で減っていくと見込んでいる、との答弁があった。また、下水道推薦化率は、との質疑があり、下水道区域での推薦化率は、平成30年度末、現在 84.、84.7%である、との答弁が との報告がありました。採決の結果、全員賛成で認定と決しました。次に、議第15号、平成30年度宮津市歳入歳出決算認定、休日応急診療所所、休日応急診療所事業についてであります。産業建設福祉分科会委員長から、平成30年度は、 インフルエンザ患者の減少により、歳入における診療収入、歳出における診療事業費が対前年度比でそれぞれ減少したものであり、特筆すべき質疑等はなかったとの報告がありました。採決と結果、全員賛成で認定と決しました。次に、議第16号から議第22号。 平成30年度歳入歳出決算認定、財産区についてであります。産業・建設福祉分科会委員長から、各財産区の円滑な運営とその経理を適正を図るため、特別会計を設置しているもので、7財産区のすべてにおいて黒字決算である、独立すべき質疑等はなかったとの報告がありました。 採決の結果、全員賛成で認定と決しました。次に、議第23号、平成30年度宮津市水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてであります。産業建設福祉分科会委員長から、平成30年度は赤字決算になっているが、その理由は何か、との質疑があり、簡易水道事業を統合したことにより、 近年、整備した養老、干潟に浄水場や、はみだに浄水場にかかる減価焼却費が発生したことによるものであるとの答弁があった。との報告がありました。採決の結果、全員賛成で可決及び認定と決しました。以上で報告を終わります。 ただいまの委員長報告に対し、一括して質疑に入ります。ご質疑はありませんか質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。一括して討論に入ります。討論の通告がありますので、これを受けることといたします。小野孝之さん 日本共産党の小野孝之です私は、議第10号、平成30年度宮津歳入歳出決算認定、国民健康保険事業と、議第11号、平成30年度、宮津歳入歳出決算認定、後期高齢者医療につきまして、日本共産党、宮津市会議員団を代表し、反対の立場から討論を行います。まず、議第10号、国民健康保険事業です。 平成30年度から国保制度の都道府県化がスタートしました。宮津市は京都府から医療給付の費用を保険給付,費給付金として交付を受け、それを財源に保険給付を行い、京都府から提示された標準保険税率を参考に、税率を決定し、引き続き保険税の付加徴収や資格管理、保険事業等を担うことになりました。 宮城国保の平成30年度の1世帯当たり平均保険税額は12万750円、1人当たり平均保険税額は7万5634円となり、前年度比でそれぞれ20%、19%の引き下げとなっています。これは国の3400億円の財政支援によるところが大きいわけですが、この財政支援がいつまで続くか分かりません。また今後は 高齢化の進行により、医療費の上昇により、高齢化の進行による医療費の上昇により、保険税の引き上げが十分予想されます。現に令和元年度の当初予算ベースでの保険税は、平成30年度比、1世帯当たり平均保険税額で14%、1人当たり平均保険税額で15%の引き上げとなっています。また、都道府県化により導入された 保険者努力支援制度の交付基準には医療費適正化、収納率向上のための取り組みとその結果を評価するものが多く、加入者を医療から遠ざける危険性や強引な保険税の取り立てに結びつく危険性があります。そもそも今の国保制度には、被保険者の所得水準が低く、保険税の負担率が高いという構造問題があります。平成30年度の宮城市国保加入 1>, 1世帯当たりの平均所得額は79万円でありこの所得で12万4千円の国保税を負担しています所得に対する保険税負担率は実に16%にもなっています同じ所得額79万円にかかる協会憲法の保険料は8万2千円であり国保税額は協会憲法保険料の1.5倍になっていますこの重い 保険税の要因の一つが、実質上の人等税である均等割、平等割の制度があることです。こうした均等割、平等割の制度を廃止し、重い保険税を軽減するためには、国庫補助等の大幅な公費の投入、一般会計からの法定外繰り入れがどうしても必要です。平成30年度国民健康保険事業決算では、一般会計からの法定外繰り入れなど、宮市独自の 保険税軽減措置がされていませんまた、一般会計からの法定外繰り入れの解消、さらなる保険税の引き上げ、医療費の抑制を狙いとしている国保制度の都道府県化は見直すべきです。以上申し上げ、議第1号平成30年度宮寺歳入歳出決算認定、国民健康保険事業についての反対討論とします。次に議第11号、後期高齢者医療についてです。 後期高齢者医療制度は、それまでの老人保健法を名称ごと変更し、平成20年にスタートしました。最も大きな変更は、75歳以上の高齢者、後期高齢者を国保や憲法から切り離して、75歳以上だけの独立した保険制度を作ったことで、全員から保険料を徴収し、医療給付などの制度運営を行うことになったことです。 財政は保険料、公費と現役世代からの支援金を入れて運営されていますが、収入が少ない一方で、医療費がかさむ後期高齢者の独立保険というのは、基盤が極めて脆弱な制度であることから、政府は保険料軽減措置のように、さまざまな手直しをして、なんとか運営をしてきましした京都府でも今申し上げました。 保険料軽減措置の適用や医療費が著しく低い宮津市を含めた府内の一部市町村について均一保険用、均一保険料よりも低い保険料になるよう、不均一保険料が認められてきました。しかし、平成25年度をもって不均一保険料がなくなり、平成26年度から京都府一律の保険料になっています。さらに保険料軽減措置の縮小等が 保険料の引き上げに連動し、非保険者の負担が重くなってきています。こうした傾向は平成30年度決算でも見られます。後期高齢者医療の保険料は2年ごとに見直されており、平成30年度は見直しの年度でした。前期に比べ、保険料限度額ののの、引上げがあったものの均等割割率率や所得割率は、 引き下げられましたところが、平成30年度決算での1人当たりの保険料は5万2020円で、平成29年度の保険料、5万1886円より少し高くなっています。これは特例措置による所得割り軽減の廃止や、非扶養者であった非保険者の均等割額の軽減措置の縮小が主な要因と考えられます。こうした保険料軽減措置の縮小等が 続き毎年のように保険料が引き上げられてきています。75歳以上の高齢者のほとんどは年金生活者であり、この保険料の引き上げに加え、医療費や介護保険などの負担の増大が、高齢者の生活にのしかかってきています。日本医師会の社会保障審議会医療保険部会では、年金生活者にこれ以上の負担をかけるのは反対だ。医療にかかれず、重症化して寝たきりになることもある。 アクセス制限したらいけないとの意見が多く出されています。以上のことから、高齢者が安心して医療を受けられるよう、後期高齢者医療制度の抜本的な見直しがどうしても必要だと考えます。よって、議第11号、平成30年度、宮津市歳入歳出決算認定、後期高齢者医療に反対し、討論とします。 次に中林美代さん日本共産党の中林美代ですただいま議題となっております議題十二号平成三十年度宮津市歳入歳出決算認定 介護保険事業について、日本共産党宮津市会議員団を代表し、反対の立場から討論をさせていただきます。介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、2000年に施行されました。当初は利用者の選択により、多様な主体から保険医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度でした。しかしか 特別養護老人ホームへの入所は原則要介護3以上となるなど、度重なる制度改悪により、在宅での老老介護が大きな問題となっています。また、介護のための離職者が増加し、厳しい生活の一因となるとともに、必要なサービスを制限せざるを得ない事態となっています。さらに国は、国庫負担の削減を目的に、市町村に、 他の自治体と比較して介護給付が適正に行われているかを自己評価させ、給付費や要介護認定基準の引き下げを行わせる、そういった市町村に交付金を支給するという、自立支援重度化防止の取り組みを制定しました。また、40歳から64歳までの方が負担する介護保険料には、 年収に応じて支払う総報酬割を導入するとともに、所得の高い層の利用者負担割合が2割から3割へと見直されるなどの解約が行われました。さらに、事業所への介護報酬の引き下げは、施設の運営危機器と低賃金による介護職の人材不足となり、利用者のサービス制限にもつながっています。こうして、国庫負担が削減される中、 宮津市では介護保険事業の健全化を目指して介護保険料の改定をせざるを得ず2018年度は保険料の12.3%もの値上げが断行されました前回は15.2%の値上げで合わせて3割もの引き上げとなりました京都府下で一番高い介護保険料となりさらに次回の保険料の見直しも 引き上げられる可能性があります保険あって介護なしです。宮津では今、2人に1人は高齢者です。介護は必須です。介護保険の制度を誰もが享受でき、社会全体で支え,合い支え合うようにするには、国の公費負担割合を増やさなければなりません。宮津市は、自己評価制度に惑わされず、はっきりと国の支援を要求し、 地方自治体としての責任を果たすすべきですこれを宮津市議会として応援をする、そういった取り組みが必要ではないでしょうか。したがって、議第12号、平成30年度宮津市歳入歳出決算認定、介護保険事業について、今後の宮津市と宮津市議会の取り組みを提案し、反対討論を終わりますご審議よろししくお願いいたします。 他にご意見はありませんか意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。議題のうち、まず議第9号及び議第13号から議第22号までの11件を一括して採決いたします。11件に対する委員長の報告はいずれも認定であります。 11件は委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います起立全員であります11件は委員長報告のとおり認定されました次に議第10号から議第12号までの3件を一括して採決いたします3件に対する委員長の報告は認定であります 三件は委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います起立多数であります三件は委員長報告のとおり認定されました次に議第23号を採決いたします本件に対する委員長の報告は可決及び認定であります 本件は委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います起立全員であります本件は委員長報告のとおり可決及び認定されました日程第8議第42号を議題といたします提案理由の説明を願います森口総務部長 私から議第42号、宮津市一般職職員の給与に関する条例、および宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、および費用弁償に関する条例の一部改正につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。えー、議案参考資料も併せてご覧いただきたいと存じます、えー。本改正は、京都地方最低賃金審議会からの答申を受け、去る8月30日、 京都労働局において、京都府最低賃金を従来の時間額882円から27円増の時間額909円とすることが決定されました。このことによりまして、臨時職員のうち、一般事務補助員等一部の職種における賃金の額が、改正後の京都府最低賃金を下回ることとなったため、引き上げが必要となったものでございます。 その額につきましては、最低賃金を上回る額とするとともに、人材確保の観点から、近隣、市町の臨時,職臨時職員賃金の水準も勘案し、一般事務・補助員では、日額7000円から200円を引き上げた日額7200円。 時間額にいたしますと、929円ということになりますが、これに改定するとともに、資格職等の職種についても、日額200円を引き上げる等の改定を行うものでございます。また、特別職の非常勤職員報酬のうち、その算出基礎に臨時職員賃金の単価を順用しているものにつきまして、併せて改定するものでございます。 施行日は最低賃金法第14条の規定により、10月1日からその効力を生ずることとされており、同日付けとしております。以上、誠に簡単ではございますけれども、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、可決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。これより質疑に入ります。ご質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。お諮りいたします。本件については委員会付託を省略することといたしたいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。 本件に対し反対その他のご意見はありませんか。意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。議第四十二号を採決いたします。本件は原案の通り決することに賛成の皆さんは起立を願います。起立全員であります。 本件は原案のとおり可決されました。日程第9議員派遣についてを議題といたします。お諮りいたします。会議規則第167条の規定に基づき、お手元に配布のとおり議員を派遣いたしたいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認めます。よって議員を派遣することに決しました。 ただいま決しました議員派遣の内容に今後諸般の事情により変更を要する場合はその取り扱いを議長に一任願います日程第10常任委員会及び議会運営委員会の審査及び調査を閉会中も継続するの件を議題といたします各委員長から会議規則第110条の規定により お手元に配布いたしました申し出書のとおり、閉会中の審査及び調査の申し出があります。お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の審査及び調査に付することにご異議ありませんか異議なしと認めます。各委員長からの申し出のとおり決しました。 以上で本日の日程は全て終了いたしました。これで本日の会議を閉じ、令和元年第3回9月宮津市,宮津市議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。